こんにちは、楽天社員のガッキーです。本日はこちらの3つのトピックについて話していきたいと思います。まずはプラチナバンドの開始についてです。6月27日のプレスカンファレンスにてプラチナバンドの開始が発表されました。社員の私にとってもユーザーの皆様にとってもとても嬉しいニュースではありましたが、情報というのは伝え方、受け取り方で解釈が180度変わってしまいますので、私から一つ注意喚起をしたいと思います。 SNS 上でプラチナバンドになって通信速度が急に上がったであったり、プラチナバンド開始でさらに通信品質が上がりましたといった誤った情報を見かけます。プラチナバンドを開始しているエリアがどこなのかについては社員の私からは伝えることができないんですけども、ごく一部のエリアで開始しています。今後主要都市部から順次拡大予定となっています。皆さんが誤解をしないように明確に伝えておきます。ミッキーがあの白いボタンを押した瞬間に全国の楽天モバイルの電波がプラチナバンドになることはありません。まとめますと、私が今社員として伝えられること、正しい情報はプラチナバンドのサービスは開始されました。開始しているのはごく一部のエリアです。今後主要都市部から順次拡大していく予定です。この3つとなります。私は楽天モバイルで全国のプロジェクト管理をしている本社組織にいますので、少しでも早く皆様にプラチナバンドを届けできるよう取り組んでいきます。ぜひご期待ください。それでは次に従業員紹介キャンペーンについて皆様に感謝を申し上げます。本日6月30日ですけども、私の紹介経由での申し込み回線数は約1600回線となりました。ご契約いただいた皆様、本当にありがとうございます。私は1月末からこのキャンペーンを紹介しているんですけども、2月が360回線、3月が339回線、4月が415回線、5月が278回線、6月が約200回線と本当に多くの申し込みをいただいております。また X の DM、 そして Gmail での個別サポート人数は約150名となりました。これらの実績について私は自慢をしたいわけではなくて、これから楽天モバイルを検討する方が私という人間を信用するかどうかの判断材料になると思って開示しています。もしもご検討中の方いらっしゃいましたら、お気軽にご連絡ください。それでは最後に、私から皆様へお願いしたいことが一つあります。結論、もしも皆様が楽天モバイルを実際に使ってみて、これは他の人にもお勧めできるなと思っていただけましたら、ぜひご家族やご友人にご紹介ください。ここで1点だけ注意点ですけども、従業員紹介キャンペーンを利用しない方がお得に契約できるケースもございます。こちらの動画の内容をご参考にしていただきまして、ご家族やご友人にご紹介ください。もしも紹介するときに楽天モバイルの基本であったり魅力について説明するのが面倒でしたら、こちらのチャンネルを活用してみてください。楽天モバイルに関する情報をたくさん投稿していますので、使えると思います。はい、本日は最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。楽天モバイルは2024年家族割スタート、学割スタート、キッズ割スタート、そしてプラチナバンドスタート、本当に盛りだくさんです。ぜひ一度楽天モバイルご検討ください。使ってみてください。よろしくお願いいたします。